どうよ、一日働いて。あ、そう、いいじゃん。いや、いいのよ、いいのよ。初日でなんかこう反省点が多いって言えんのは頑張った証。全然。で、しかも俺から見て、出来よかった。多分今日のお客さんで、初日って気づいたやついないと思う。ああ、マジで、ハンバーグ焼くとこも、出すとこも、なんかガーリックライスとかの処理に関しても、まあ、ほぼほぼ完璧じゃない。全然もちろん直すとこあると思うよ。だけど、初日ってこと踏まえたらもう120点。すんげえと思った。もうお前みたいなやつが、すぐ独立すんだろうなって。まあ今みんな店片付けてるけど、まあ最初の1週間はもうあれ参加しなくてよくて、そこまで気に回さなくていいよ。まあメンターとのこの、なんつうの？フィードバックの中から学習してくれみたいな店長も言ってたけど、だって教えることねえもん別に。できてた、できてた。だ本当に店長多分ビビってるよ。すぐ独立するやつの動きだ。まあ、うちで勉強するだけ勉強してってほしいけども、みたいな。すげえな、俺あんな動けないもん。未だに。だ本当に数々の出てったやつのこと思い出したね。すんげえって思った。まあ別に言うこともないし、まかない食う。せっかくだし。もうこうなったらまかない食うしかないっしょ。持ってくんぜ。よいしょっと。レッド。まだダメだぜ。食いてえ気持ちわかるけど。まだダメ。さあ見てわかる通り、うちのハンバーグ屋はまかないがネギトロなんだよ。まあ理由があるわな。理由もなく出てくる食い物じゃねえから。まあ気持ちはわかんぜ。そのためにやってっから。だから要するにな、ハンバーグ屋で一日中さ、ハンバーグこねて、こうやってこうやってこうやって焼いて、こねてこねてこうやってこうやって焼いて、こねてこねてこうやってこうやって焼いて、まあ流れ作業だわ。ある種単純作業、こねてこねてこうやってこうやって焼いて、繰り返してるうち、そりゃ、これ食いてえなって思うよな。この状態のやつ、焼く前のあっけーのうんまっそってなるよな。ただこれ直で行くわけにはいかねえとなった時、代替品を用意するしかない。一番似てんのなんだで、ネギトロや。はい、食べてるのわかるけどまだ我慢しな。まだダメだよ。がっつくな、獣みたいな目になってんぜ。がっつくな。いやそらな、やべえんだ。ハンバーグ屋で一日働いてフルタイムを初めて経験したその日に食うまかないのネギトロが一番ぶっ飛ぶんだよ。いかれちまうから、すぐがっつくと。節度守って食わねえとダメなの。マジで飛ぶやつ飛ぶから。戻ってこれなくなるやついるんだって。まあ、先月の新人は、初日のまかないのネギトロがっついた結果、今あ行とか行しか喋れねえんだ。そうなっちまうから、かわいそうにな。言える季節、秋だけだぜ。かわいそうによ。まあ、そんなわけだから、そんなガッツリとダメなの。ゆっくり食って覚えなきゃダメ。一口ずつな、ネギトロ食ってみ。えい、どうよ。泣いていい、オッケーオッケー。泣きな、泣きな。泣きたい時に泣けるのも大人だぜ。いいよ、いいよ。泣け、泣け、流せ、流せ。かっこいい涙よ、それは。いいね、いいね。もう一口いってみよっか。オッケー。あ、全然歌っていい、歌っていい。みんな歌う。二口目でみんな歌い出すんだよ。好きな歌でいいよ。だいたいみんな We Are the World。なんでもいい。美しい歌を歌おう。なんでもいいぜ。なあ、嬉しいな。今、多幸感でブワーってなってんだろ。あ、大丈夫。虫いないよ。大丈夫だよ。オッケー、オッケー。まあ、今日は二口ぐらいにしとこうか。あんまり食べすぎるとさ、ちょっと依存性とかなんだとかなってくるから。マジ今日は無理しない程度で、だんだん眠くなってくると思うから。今日ちゃんといい感じに落ちるの覚えようなバット入らずに落ちる感じを覚えてな。無理せず、力抜くよ、力抜くよな。慣れてきたらな、ネギトロ血管から直接入れようなな。大丈夫、慣れてきたらでいいから、そういうのな。はい、じゃあ、じゃあ無理せずね、目をだんだん細めていって、はい、
視界全部が、はい、ぼやーってしてきます。ぼやっとして、はい、一点に集まっていく、一点に、遠くに遠くに視界が一点に集まっていて、黒い点になって、おやすみ。あ、店長もう行きました、行きました。はい、そうっすね、多分当分独立しないと思いますよ。